はい、ご覧いただきどうもありがとうございます。ベーシストの和佐田です。かなりお久しぶりの長尺動画になります。今回は、なんと私にとって初めての PR 案件でございまして、こちらのワイヤレスヘッドホン、ワンオディオ A10 のレビューをお送りいたします。はい、というわけでこちらがメーカーさんからご提供いただきましたヘッドホンでございます。細かいスペックはメーカーさんのサイトをご覧いただくとしまして、ざっくりとご紹介だけいたしますと、A10 は Bluetooth 接続のワイヤレスヘッドホンで、価格的には7000円くらい、ノイズキャンセリング機能と外音取り込み機能がついています。このワンオディオというメーカーさん、中国のメーカーさんのようなんですが、ヘッドホンとかイヤホンをたくさん作ってまして、DTM 用のモニターヘッドホンなどもいろいろあるんですが、これは用途としてはミュージシャン向けのモニタータイプではなくて、いわゆるリスニング用のヘッドホンということになるかと思います。それでは個人的にいいなと感じたポイントをちょっとザザッと羅列していきますと、まず見た目がかっこよい、それからしっかりしたケースがついている、装着感も良し、本体での操作が便利、電池めっちゃ持つ、外音取り込みモードが良い、聞きやすいフラットな音、結論コスパ良しという感じです。では詳しいレビューをしていきます。まず見た目についてですが、かなりしっかりした作りで高級感があります。黒を基調としたシックなデザインですね。こんなですね、箱も、かなり高級感があるしっかりした箱で、送られてきました。個人的にドーンとロゴが入ったものなんかは苦手なんですけども、このロゴの入り方はさりげなくて、結構好感が持てますね。でこちらが付属の持ち運び用ケース、軽いですがかなりしっかりしたケースです。ハードケースって感じですね。で、こんな感じで、畳んでですね、こんな風に収納ができます。はい、スペック的に出先での使用が想定されるアイテムですので、これもかなり便利ですね。で装着感の良さということなんですが、このですね、イヤーパッドがめっちゃふかふかです。耳に当たるこことですね、あと頭に当たるここの部分もふかふかです。重量は 250g あって、それなりに、しっかり重さはあるんですけれども、このふかふかのおかげで長い時間つけてても痛くなったりということがありません。リスニングの快適度という面でここ結構重要なポイントですね。それから本体の下の部分、ここですね、ここでいろいろな操作ができるようになってまして、左耳側のこちらのボタンがノイズキャンセリングのオンオフ、それから外音取り込みモードと、モードを切り替えるものです。でこっちの右側の耳のボタンの、両端のボタンが、音量の上げ下げ、それから曲の送り戻しもできます。で真ん中は電源のオンオフと再生一時停止用のボタン。でも本体でこれだけできればもう完璧でしょって感じですよね。特に音量のコントロールってヘッドホン本体だとできないものも多いんですが、個人的に結構使う機能なので、これがついているのが、かなり高ポイントでした。それに加えて電池の持ちが良いというのも私的にはかなり大事なポイントです。私だけでなく皆さんも、スマホをはじめ身の回りに充電して使うガジェット類が多くなっていると思うんですが、充電ってどうしても煩わしく感じてしまうんですよね。充電しないと使えないので、こればっかりは致し方ないんですが、やっぱり毎日とかだと手間ですよね。なので電池の持ちはいいに越したことがない、まあ当たり前ですけど。でこのヘッドホンは50時間ほど連続再生が可能とのこと。さらに10分の充電で2時間は使えるそうです。バッテリーが全くなくてやばいなんて時もさっと充電して、まあ、しばらくは使うことができます。こういう使い勝手の良さとてもいいです。で製品の目玉的な機能としてノイズキャンセリングと外音取り込みモードというのがついているんですが、私的には外音の取り込みがナイスだと感じました。私外出時はですね、普段こんなイヤホンを持ち歩いていまして、これは耳に突っ込むタイプなので、両耳つけてると周りの音がほとんど聞こえなくなります。室内とかだとそれでも問題ないんですが、外を歩いている時や電車内だと周りの音が聞こえないのはちょっと危ないですよね。なので、普段は片耳だけつけて動画の音声やオーディオブックを聞くというような使い方をしています。しかしですね、出先で音源をチェックしたいとか、移動中に資料を聞き込んでおきたいというような時があるんですよね。そんな時にこの外音取り込み機能が活躍してくれるかなと思います。試しに外で使ってみましたが、周りの音が結構ちゃんと聞こえるので、歩きながらでも危なくはなかったです。まあ、音量をある程度下げるとか注意は必要ですけどね。電車内でもアナウンスや周りの人の声もしっかり聞こえます。で逆にノイズキャンセリング、以下ノイキャンと言いますけど、こっちは私的にはあまり使う機会がないかなと。家で使うのであればノイキャンもありな気がしますが、やっぱり外で周りの音が聞こえないのでちょっと不安なので。でちなみにちょっと使ってみたところ、ノイキャンの機能的にも微妙な感じでした。
ノイキャンをオンにすると高音域がおとなしくなって音が近い感じになりますが、周りの音を遮断する効果というのは、ちょっと薄い印象ですね。なのでノイズキャンセリングがメインに欲しい機能だという方にはこのヘッドホンはちょっと向かないかなと思います。そしてここでようやく音質の話になりますが、音質はよく言えばフラット、悪く言えばややのっぺりとした印象です。ベーシスト的に言うとちょっと低音感が物足りないかなと思います。おとなしい傾向の音なのでポップスなどまったり聞くのに向いてますね。その一方でゴリゴリのロックであるとか打ち込み系などメリハリの効いた音楽にもあまり向かない気がします。ただフラットといっても音の分離感はしっかりあるので、安物のイヤホンみたいにこう音が全部混ざって団子になって聞こえちゃうなんてことはありません。でこれケーブルでつないで有線でも使用可能でして、試しにオーディオインターフェースに挿してベースのモニタリングに使ってみました。がですね、アタックが潰れてニュアンスが消えがちになるので、これはちょっとおすすめできないという結果になりました。はい、そんなこんなで長々とレビューしてきましたが、結論としては見た目がかっこよくてかなりコスパの良いヘッドホンだと思います。6、7000円くらいで使い勝手の良いワイヤレスヘッドホンを探している方、また外出先で周りにも気を配りつつ音楽を聴きたいという方にはおすすめです。概要欄に Amazon の商品リンクなど入れておきますので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回は直接ベースとは関係のないガジェットのレビューでしたが、私の YouTube チャンネルでは基本的にベースお役立ち情報を発信しております。最近ではショート動画のアップが多いんですが、これからも定期的に更新していこうと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。また動画の方気に入っていただけましたら高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。さらにコメント欄には感想などいただけるとより励みになります。コメントには基本的に全て返信いたしますので、どしどしお寄せください。それからツイッターやブログでもベースの情報の発信細々とやっております。概要欄にリンク貼っておきますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。